今回はディオレイヤ希少種のスキル弱点特攻属性の効果を検証していきます。百竜装飾品に全く同じスキル名がありますが効果は違います。みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。百竜装飾品の場合属性に弱い部位に防具スキルは属性が有効な部位です。百竜装飾品の検証はこちらの動画でしていますので興味のある方はご覧ください。それでは早速検証していきます。まずは防具スキルなしでカラクリガエルの各部位に対して攻撃していきます。カラクリガエルの各部位の属性肉質は過去の検証結果よりこのようになります。防具スキルなしのダメージは以上の通りです。それでは防具スキル弱点特攻属性の効果が乗る部位をご覧ください。結果は属性肉質20以上の部位に対して効果が適用されます。それでは百竜装飾品もつけて重複するのか確認しています。結果は重複しました。以上が弱点特攻属性の検証結果となります。こちらの表は弱点特攻属性が輝くであろうモンスターの一例です。狙う部位によって異なるので事前に確認する必要があります。剣士の場合は心眼と組み合わせるのも面白いかもしれません。必要なスキルもレベル1で十分で防具も3つに分かれているので構成には困らないと思います。ぜひいろんな構成を楽しんでみてください。